やばい、もうね、33年も人生詰んだ。もう完全に詰んだ。もうね、どん底、もう貧乏すぎて。どん底もう貧乏すぎてた。本当に。もうね、貧乏や。本当に貧乏。最近もうね、お粥しか食ってないもん。貧乏で、金ねえもんで、だからね、これ、髭剃ってらへん。髭剃ってらへんってもう、眉毛もひどいのは、貧乏やから。電気使えへんやん。髭剃り使うと電気使っちゃうやん。だからね、貧乏だもんで、だもんで、眉毛剃れへんで。あれ、電動眉毛だから。カミソリも買えへん。金がなくて。100均なんて見りゃ、100均なんてバカ高いもん。だもんで、どんどん痩せ細っていっとるやん、今。なんでかっていうと、ないもん、金が。金がなくても、お前、あれや、北朝鮮の収容所にいそうじゃん、俺。いたにも。北朝鮮の収容所と俺も変わらへん、今。本当に。借金や。社会でうまくいかんから、仕事転々として。で、もう今、無職で、何もやってらんもんで。なんだ、借金ばっか増えてて、生活費のための借金や。それはもう、今も、さっきも来てさ、取り立てが、出てんじーっつって、借金、60名、あまり取り次で、どんどん、1日5万ずつ増えてくださいっつって、お前、ドアボコボコに切られてさ、で、ドアボコボコに切られてるのをさ、このアパートの大家に見られてさ、それ、あなた責任ですよ。ドア傷つきましたね。あなたが借金してるからですよ。ドアの修理費用180万、請求いたします。つって。それもどん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 借金が膨らんでいってる。もう33で人生詰んだ。終わった。ほんと人生終わった。どうしよっか、ほんとに。もうやべえ。もうね、どんどん痩せ細っていくわ。ほんとガチで。最近も日雇いやってるんだけど、人間関係でね、もう本当にね、吐き気がするもん。喉通らへん。今ってもうね、もう2日間ぐらい飯食っとらへんもん。日雇いの人間関係で、上からめちゃくちゃ言われて、もう上の人間に速攻切られとるもんね。それでもう、喉通らへんねんて、結局。で、安とるねんて。で、なんだ、もう33で、もうやりたい仕事もないし、仕事自体アホらしいし、仕事バカアホらしい、公務員、まあ、団体職員とかさ、公益財団法人つっとったけど、まあ、あれももうね、もう完全に終わった。もう完全にもう今探してすらいない。もう完全にネットでね、探しとったけど、インディードで。もうそんなこともやってない。もうね、もう俺やることないよ、本当に。別にやりたいこともないし、もうやりたくはない。やりたくない、そもそも仕事なんて。でもやらんといかんけど、いや、俺は別にそこまで仕事が嫌いっていう人間じゃないんだけど、やっぱし、人間関係でうまくいかない、いかへんねんって、人間関係で。で、それでうまくいかんくて、どんどん転々として、給料なくなって、生活できんくて、借金して、アコムから借りて、闇金から借りて、どんどん今俺借金が340万ぐらいだもん。で、統一だから、どんどん1日に5万ずつぐらい増えてる。で、お前今日寒いけど、もう電気止められとるもんで、暖房つけられへん。夜だって風呂入れへん。止められとるもんで、ガスも全部。だからね、もうめちゃくちゃ臭いよ、今俺。もう10日ぐらい風呂入ってないもん。もう33で、どん底、もう貧乏すぎて。33でどん底、もう貧乏すぎて。ガチやべえ、もう貧乏すぎてだ、本当に。終わり。はい、動画終わりー。はい、YouTube の動画終わりー。これ、どれだけは撮れたもんで終わりー。こんなもん、YouTube ってね、こんなもんすよ。で、こっからね、オフレコね、アフレコ。オフレコ。こっからオフレコで、YouTube こんなもんや。で、どん底もう貧乏すぎてっていうのが、1週間に数字9000回撮れたもん。だから俺、これからこれの路線でいくから。どん底もう貧乏すぎたな、本家。あいつね、かなり売れとる、実際。あいつね、もう貧乏すぎてってあげてから売れ始めた、あいつ。あいつね、ほんとね、顔がね、不幸が漂っとるんで、あいつ、顔が。別にね、ブスだから別に、ブスだからダメってわけじゃないんで、別に女は。ブスでも、性格のいい女とかいるんだけど、結局ね、ブスでね、鬱陶しい、なんていうの、嫌われる女っていうのはね、なんかひねくれてたりね、
ブスだからモテないって、そいつ自身が思い込みすぎてる節が大きいんだよ、結局は。まあ、どうでもいいや、そんな話。それで、なんで俺オフレコのさ、時までさ、なんかすげえ喋ってんの？これオフレコやぞ、これ。オフレコだからもっとリラックスしていいはずやん。オフやぞ、これ。オフの絵だぞ、これ今。オフの絵だぞっていう、時も喋っとるやん、なんか。だからね、今、喉通れへんねんで。ストレスで。もうちょっとやばいかもしれん、日雇い。日雇いちょっともうやめるかもしれん。ちょっと今までずっと日雇い続けてきたけど、ちょっとね、やっぱね、もう社会不適合者や。ちょっともう上司に嫌われとる。やっぱね、上司に好かれんとね、やっぱり、もうね、一度嫌われちゃうとね、もうね、そういう印象ついちゃうもんでね。まあ、多分やっぱそういうのでみんなやめていくのかな。まあだから俺の至らない、至れ、俺のよりが至らなかったっていうことかな。残念無念や。